めちゃ切れます。どうも、気づいたら、家にナイフが7本もありました。小林です。今回はですね、久々の外での撮影なんですけれども、ナイフの切れ味を見ていきたいと思います。で、今回はこちらのうちのプライベートブランドのキクナイフさんのライチョウ L、 こちらの切れ味を試していきたいと思います。まあいろいろですね、野菜系とかあと肉とかそういったものを切ってみて、まあ、実際の切れ味をどんなものかっていうのを見ていきたいと思います。はい、まず切れ味を試す前にこちらのキクナイフライチョウ L のスペックを紹介していきたいと思います。まず長さなんですけれども、持ち手からブレードの先まで約30センチで、刃渡りは約20センチぐらいの刃渡りがあります。で、刃の厚みなんですけれども、5ミリ厚という結構しっかりと厚みがあるナイフとなっております。鋼材は OU31 という鋼材を使ってますので、錆には強いんですが、まあ、放っておいてしまうと錆びてしまいますので、使った後は必ず拭いていただくようにしてもらえるといいと思います。 OU31 っていう鋼材は結構切れ味がすごいいい鋼材ですので、恐ろしいほどの切れ味を持ってるんですけれども、このキクナイフは包丁としても調理としても使えますし、あとバドニングとか結構この厚みがあるのでハードに使ってもらっても問題ないナイフですね。刃の先がですね、ハマグリ刃という刃を使ってますので、非常に刃持ちも良くてアウトドアに向いているナイフというふうに仕上がっております。ではまずサーモンを切っていきたいと思います。刺身用のサーモンなので、まあ、このまま柵の状態で、売られているものを買ってきました。もともと大学の時は寿司屋でバイトをしてましたので、切り方もちょっとそんな感じで切ってみたいと思います。では切ってみます。めちゃめちゃサクサクいきますね。結構切れ味悪いとこう一発でこうスーッと取るのってできないと思うんですよね。断面もこんな感じでめちゃめちゃ綺麗ですね。刺身はめちゃめちゃ切りやすい、そんなような印象があります。はい、こんな感じで盛り付けてみました。結構綺麗に切れたんじゃないかなと思います。なんか久しぶりでちょっと楽しかったですね。めちゃめちゃ切れ味がいいです。結構美味しそうに切れたんじゃないかなと思います。では次に鶏肉を切っていきたいと思います。こちらは鶏の、ももですね。鶏って結構こう皮があるので、この皮がすごい切りにくかったりすること多いんじゃないですかね。この辺がキクナイフだとどんな感じで切れるのかっていうのがかなり楽しみなところではありますので、特にキャンプでも切ることの多いものだと思います。こちらを切っていきたいと思います。こちらはぶつ切りでこう縦にスースーっと切っていこうかなと思います。おお、一切りでしたね。ここが包丁と違って R があるんでちょっと残っちゃいましたけど、多分それがなかったら全部切れちゃうと思うので、ちょっと先端の方で切ってみたいと思います。おお、ちょっと残っちゃいますけど、2回通せばほぼ確実に切れますね。他のナイフも鶏肉切ったことあるんですけど、どうしてもこの皮のところでこうグリ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 ってやっちゃうことが多かったんですけど、皮もこれだけ綺麗に残ってるので焼いた時に上手に焼き上がって綺麗な見栄えになるんじゃないかなと思います。鶏肉もめちゃめちゃ切りやすかったです。めちゃめちゃ綺麗に切れましたね。こう改めて伸ばしてみると断面がすごい綺麗に切れてると思います。
下手するとうちの包丁より切れ味がいいですね。では、次に切りますのがトマトですね。トマトって結構こう包丁の宣伝とか身が潰れないよって言ってやってると思うんですけど、あれ包丁なんでこの刃の厚みが包丁の方が薄いんで潰れず切れるっていうなんですけど、基本的にこういう分厚いナイフとか、まあこういうので切るとこういう果肉が多い野菜って潰れたりするんですよね。これがまあどうやって切れるかっていうのが、ちょっと楽しみだなと思います。まずこのヘタ取ってみましょうか。ではいきますね。もうこの時点ですごいですね。全然身が潰れることなく切れてます。ちょっと汁が出たぐらい。いやこれはかなりすごいと思います。これじゃあ一回ちょっと半分に切りますね。おー、めちゃめちゃ切れますね。サクって生えていくんで切り心地もめちゃめちゃ気持ちいいです。ちょっと薄く切ってみましょうか。おお、めちゃめちゃ切れます。こんな感じでペラペラとまではいかないですけど、サラダに入ってるトマトと同じぐらいの厚みで切れていきます。いやこれは一番切れ味を感じますね。ちょっと切ってて恐ろしくなるぐらい切れてます。もう刃が入れば刃の厚みとか関係なく切れます。めちゃめちゃ薄いですね。5ミリ厚ぐらい、ハーツと同じぐらいで切れてしまうんですね。めちゃめちゃ切れ味がいいことが分かったと思います。はい、こんな感じで、まあチーズは切れてるやつ買ってきたんですけど、即席でこんなのもできちゃったりしますね。これ潰れちゃうとこういう風に綺麗に見せることできないと思うんで、まあ、綺麗かちょっと分かんないですけど、こう挟むことができないと思うんで、こういうこともできるっていうのはやっぱりこのキックナイフの切れ味あってなのかなと思います。これ今かかってるのはちなみにマキシマムです。以前の動画でも出てきたと思うんですけど、あの美味しいやつですね。はい、こちら店頭にも売ってますのでぜひ、試してみてください。では食材の次に、バトニングをやってみたいと思います。で今回ですね、ちょっと薪割り台を忘れてきてしまったので、他にあった薪で即席の薪割り台作ったんですけど、できれば薪割り台あるところでやってもらった方が怪我が少なく済むと思いますので、皆さん持ってる方は薪割り台を使ってやってもらうといいかと思います。バトニングっていうのは、こうナイフを当てて叩いて割っていくという、割り方なんですけれども、これをやってみたいと思います。フルタングっていうこの持ち手までしっかり鋼材の入ったナイフですので、こういった割り方もできますよというところをお見せしたいと思います。では割っていきます。いや全然問題ないですね。まあ分かってはいたんですけれども、高価なんで叩くっていうことがちょっと抵抗がありまして初めてなんですけども、やっぱりめちゃめちゃバトニングしやすいと思います。刃渡りも長いので、まあ、奥側に薪を当てて先端叩くのも叩きやすかったです。もう一回ちょっと割ってみます。やっぱそうですね、ハーツがあるのでグッて入っちゃえばそのままスパンって奥までいっちゃう感じなので、こう噛まれて動かなくなるっていうこともないですし、とてもバトニングしやすいナイフだなと思います。じゃあ次に今バトニングしたこの細い薪をフェザースティック作っていきたいと思います。フェザースティックも結構切れ味が良くないと途中でこうガッと詰まっちゃったりするんですけれども、まあ、さっきの感じ見てると
そういうことはないんじゃないかなと思うので、まあちょっとやってみたいと思います。めちゃめちゃ入ってきますね。本当にカンナをかけるような感じで、こんだけ薄くフェザーを作ることができます。いや、めちゃめちゃやりやすいですね。はい、ちょっと喋らず黙々とやってみたんですけども、こんな感じです。めちゃめちゃ安定してフェザーが作れます。結構他のナイフだとこう厚みが出ちゃったりとか、引っかかってこうグッて入れた時にブチって切っちゃったりとかってあるんですけど、そういうのがほとんどないですね。落ちてる木くずもちょこっとなんで、切れずこうスースーっといけますね。めちゃめちゃ着火しやすそうなフェザースティックになるんじゃないかなと思います。バドニングもしやすいですし、フェザースティックも作りやすいという、で包丁にもなってめちゃめちゃ万能なナイフなんじゃないかなと思います。はい、最後に、番外編なんですけども、まあこれはただ本当に切れ味を見たいっていうだけなんですが、このペットボトルに水が入ったもの、これ切れ味が悪いナイフで横からパーンって叩くと弾かれて飛んじゃうみたいなんですけど、切れ味がいいナイフだとこれがズバッて切れるそうなので、それをちょっとやってみたいなと思います。まずちょっと1本でやってみましょうか。ちょっと怖いですけど、滑らないようにちょっとしっかりグローブつけてやってみたいと思います。いきます。やばいですね。めちゃめちゃ綺麗に切れましたね。バッサリ切れてます。ちょっとこれ3本でもやってみましょうか。じゃあ次にですね、この3本、挑戦したいと思います。まあ、さっきみたいにこうバスっていけるかっていう感じなんですけども、ではいきます。当たりどころが悪かったですかね。1本だけしか切れてないですね。ちょっとこの2本もそのまま行ってみたいと思います。あら、ちょっと当たりどころが悪かったんですかね。こう残っちゃいましたね。こっちとここも半分切れてるけどって感じなんで、多分行っちゃってたらバスッと言ってたと思います。実はこれあのテイク2なんですよね。あの1回目回ってなくて言い訳みたいになっちゃうんですが、ちゃんと実はこれ一撃で切ったんですよ。こんな感じでこれ取れてなくてですね、ちょっとあの再挑戦だったんですけど、一発目めちゃめちゃ切れたのに取れてなくて、ちょっとめちゃめちゃ残念なんですが、行きたいと思います。では行きます。おお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 おはい、いかがでしたでしょうか。今回はこちらの、キックナイフ、冒頭で言うの忘れてたんですけど、ここロックターミガンって入っている、まあ、ライチョウ L の紹介をしました。調理からバトニングとかああいう巻き割りまでいろいろこの1本でできてしまうので、めちゃめちゃ便利なナイフに仕上がっております。もうただただ本当に使いやすいで、切れ味がめちゃめちゃいいので、今ちょっとしてないですけど、扱うときはなるべく手袋か何かこうつけてもらってやってもらうといいかと思います。ぜひですね、皆さんもこれ
店頭で売ってますし、3月1日からですね EC で販売もしてますので、遠方の方はそちらでお買い求めもできます。ぜひこちら手に入れてみてください。はい、ということで、今回はですね外で、久々の撮影ということで、天気も良くてとても気持ちよく動画が撮れたと思います。で今回、撮らせていただいたのがこちらの、 クワガタ村という岐阜県にあるクワガタをこう専門で扱っているお店の、裏をお借りして、撮らせていただきました。本当にありがとうございます。また今後もですね、こちらのクワガタ村さんと、コラボの動画とか、あとイベントなんかもですねできたらいいなと思ってますので、ぜひその辺も、ご期待ください。でクワガタ村さんなんですけれども、火曜日と水曜日が定休日で、12時から営業今されてますので、もしご不明な点等あればですね、野平さんというめちゃめちゃ優しい方がいらっしゃいますので、そちらの方に、聞いていただければいいかと思います。では次回の動画でお会いしましょう。アウトドア専門店キャンプリンク、店舗の詳しい情報は概要欄から。また毎週動画を更新しています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。